鞍馬とヨミ、二人は昔盗賊をしていた時の仲間であった。そして今魔界を掌握しようとするヨミの戦列に鞍馬は加わった。だが二人の間にはそれだけでは済まされない過去の因縁があった。愛情や憎しみよりも先にお前は潔い対処法を考える。冷たいやつだ。だからこそお前が必要なのだ。ようこ変化、忍び寄る殺意。シャチ様、どうだ。特に不審な動きは。何を考えているかわからん。注意すべきやつ。ヨミ様は新参者の鞍馬になぜあれほど。昔の仲間だったらしいが信用ができん。監視を怠るな。はは。で、我が国が勝つ手立ては。すでに考えて実行に移している。近い将来、揚力地10万ポイント以上のものを5人、いや6人は連れてこられるだろう。そこまで積極的に協力してくれるとはな。昔は氷の心を持つお前だったが変わったな。血のつながらぬ家族がそれほど可愛いか。俺が選んだ者たちがどれほど揚力値を高めたか見届けたい。一度人間界に戻る。クラマ、頼りにしているぞ。おい南野、ちょっとお前の答案見せろよ。計算途中の掛け算で間違ったのか。お前らしいけど。どうも。おい、また妙な難問抱えてるんじゃないのか。まあね。俺たちでできることがあれば協力するぞ。今度はユウスケやヒエと戦うことになった。な、何？マジでか。ああ。その割には悲壮感がないな。むしろ楽しんでるみたいだぜ。バイオリズムのせいだろう。俺は最近一月に一度くらい南の周一でありながら陽子鞍馬になっているような錯覚に襲われることがある。そんな時、ひどく好戦的になる自分に気づいた。周一さん、いますか？ここだ、周一くん。周一さん、気分でも悪いんですか？いや、大丈夫。畑中周一、最高の相手の子、新しくできた弟だ。同じ周一が二人いちゃ紛らわしいか。ポケベル、女か。新しい弟だよ。面白がって使うんだ。今じゃパシリ扱いだよ。ああ、俺だ。よう、シュウアニ、近くまで来たもんだからね、一緒に帰ろうと思ってさ。わざわざ学校まで来るな。嫌でもうちで会うんだ。まあそう言うなよ。俺だって仕事さ。あんたが逃げるなんて思っちゃいないよ。新情報だ。ムクロ川のヒエってやつがぐんぐん力を伸ばしている。ヒエが
あんたの言う通り、ムクロの国もライゼンの国も下部組織に変動があるようだぜ。カラ、黄泉に言われなかったか。人質は丁重に扱えとな。ムカつく野郎だ。口の利き方に気をつけろよ。俺がその気になればガキの首は胴から離れるぜ。バカかお前、人質は無事だから意味があるんだ。お前は命令通りただそいつに入ってればいいんだよ。別に殺さなくても方法はあるぜ。指を一本一本切り落とすとかな。俺をあまり怒らせるな。どうでもよくなることだってたまにはあるんだぜ。生きながら苦しめる方法なら俺もいくつか知ってる。試してやろうか。すまねえ、悪かった。ちょっと調子に乗ってみたかったんだよ。ところでお前が黄泉様に約束したあの計画だけどな、半年以内に揚力値10万ポイント以上のものを6人連れてくる計画、順調なのか。ああ、6人ともすでに揚力値5万ポイントをクリアした。本当か？疑うわけじゃない。だがそんな奴らが人間界にいれば霊界が黙ってねえだろう。もちろん秘密さ、一部を除いて。おう、来たな。どうです、あの6人は。なかなか筋がいい。ユースケより教えがいがあるよ。よっ。どうも。またあいつら揚力が上がったぞ。このままだと霊界にバレるな。それにしてもクラマ、何を企んでいるんだ。わしらにぐらい教えてくれてもいいだろう。魔界の均衡を保つためですよ。ひいては霊界や人間界のためです。確かに今まではライゼン、ウクロ、ヨミが互いに牽制し合ってきた。それで魔界はそれなりの平静を保っている。しかしライゼンが死ぬとなるとヨミとムクロの対決は避けられんぞ。まさかお前が第三勢力になるつもりか。わかりません。ユースケの出方次第ですね。ユースケか、不思議な関係だな。望まざる戦いに思えたが、どうやら合意の上らしいな。慣れ合いより刺激を、そんな関係みたいです。6人が魔界に行くときはわしに任せろ。特防隊も大竹よりは今の隊長の方が話がわかる。よう、クラマ。チュ、相変わらず酒臭いな。ブッハ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 ッ。俺の技は水拳だ。酔うほどに強くなる。それにしてもびっくりだぜ、こんなに妖力がアップするとはな。持つべきものは優れた師匠だね。でも、ユウスケはもっと上に行ってんだろうな。早くもう一遍戦いてえな。流行るな、ジン。当面は基礎体力をさらにアップさせることだ。枯れかけた夢を咲かせてもらったこの鈴木、きっと働きをもって恩返しをさせていただく。けっ、俺は本当に恨んでいるからな。シワか、お前まだそんなこと言ってんのかよ。理由は何でもいい。あと半年で今の揚力を倍まで上げてもらいたい。おっしゃうわっ
冴えてくる。おお、ありゃ、ああ、うわっ、つりゃ。だいぶ風が冷たくなってきたぜ。一汗かいちゃおうかな。デビルヨーヨー。ちょっくら自然の風景が変わっちゃうけど許してね。ショー、それ、これからが修行の見せ所だ。ショー、強力値10万ポイントにはまだまだ届かんようだな。さらなる特訓を積むのじゃ。おシャチか。ヨミ様、よろしいのですか。クラマのやつ、一向に連絡をしてきません。クラマめ、妖力10万ポイント以上のものを5人は連れてくると抜かしましたが、所詮は奴のハッタリでは。奴のような嘘つき男を参謀の一人に加えるのはいかがなものでしょうか。奴は将来我が国に不利益をもたらす。自分にはそう思えてなりませんが。シャチ、我が国を憂えるお前の気持ち、心に留めておく。いつもながらありがたきお言葉。だが同じ頭を巡らすならもっと別のことに使え。クラマメ、このままのさばらすわけにはいかん。6人とも妖力値10万ポイントを超えておる。まさか。おお、一体どうやって。お主、どんな妖術を施したのだ。うまい食事と適度な運動、それだけですよ。うまい。あの道具みてえな薬草がか。適度な運動、地獄だあれは。冗談じゃねえべ。美しい特訓ではなかった。よくやった、褒美を取らす。クラマ、お前が第二軍事総長となり6人を指揮しろ。はい。危険ですぞヨミ様。こやつらすべてクラマの子飼い、謀反の恐れが。黙れシャチ。貴様この500年の間一体何をしていた。しかし確かにお前の妖力は我が国で第2位の力がある。だが策士としては無能だ。無能。三国が緊張状態に入って以後、お前は優れた力を持つ者を育て上げたか。育てるどころか10万ポイントを超える持ち主を誰一人として探しても来れなかったではないか。だがクラマはわずかの間に6人も連れてきた。お前が無能でなくて。なんようだ、もうよい。シャチの優れた妖力は誰でも認めている。
それ以上のことで期待をかけるのは酷というもの。はは。してやる。やつの揚力値など1万ポイントにも満たぬ。頭でっかちの狐め、目にもの見せてやる。シャチいるんだろ。出てこいよ。お咎め覚悟の上か。証拠など残すか。骨ごとしゃぶってくれるわ。ヨミは実に辛抱強くなった。お前が何人こんな風に幹部候補を葬ってきたか知らんが、ヨミはこの数百年お前を倒せる人材を待っていたんだ。ふざけるな。あら、聞こえるか。はい、シャチ様、聞こえます。俺が合図したらすぐガキを殺してしまえ。シャチの旦那、すまねえな。もうあんたの命令は聞けねえよ。何？長いものには巻かれろってな。俺はもう陽子クラマの部下だ。なんだと？おい、カラ、聞こえんのか、カラ。おい、人質一つでこうも差が出るもんだな。ヨミなら実際には人質を取らずに脅迫する方法を取る。ご名答。おがれ！でと。お前の揚力値はたかだか8000ポイント程度。どうあがこうと俺の相手ではない。何？俺の役目は終わったようだな。兄さん。これは切り札は先に見せるの。見せるなら奥の手を持て。この瞬間、クラマは黄泉の軍事参謀総長となった。クラマの予言通り、黄泉の国のナンバー2が変わったのであった。